ジョージ・ムーアはアイルランドの小説家、名誉圏のムーアホールに生まれた、裕福な家系の出身の父親は議員を務めた人物である。家庭教師から教育を受け、バーミンガム地区のストリートメリーズ・カレッジで学んだ。1870年に父親が没した後、画家として身を立てようと決め、 パリで、管理美術学校、エコールでボザールのアレクサンドル・カバネルの元で絵を学び、その後私立学校のアカデミー・ジュリアンで学んだ。3年後に画家になるのを諦め、1876年に文学に転じた。パリで暮らしていた時代に、多くの有名な画家たちと共に、自然主義の文学者、エミール・ゾラとも出会っていた。1880年に、ロンドンに移り、最初の詩を発表し、 1883年に英語で小説英語ンラバーを発表した。この小説は不道徳であるとして発禁となった。1885年の小説役者の妻がムーアの最初の自然主義のスタイルの小説となった。その後の小説で売春、偉人主観のセックスやレズビアンの愛などを題材にして大衆を引きつけた。1891年の インプレッションズオピニオンズや1983年のモダン・ペインティングなどでイギリスの人々に印象派絵画を紹介した。この時代の小説にイーブリン・イーネスやニソー、テレサなどがある。1901年から1910年の間はダブリンに住みアイルランドの文芸復興運動に参加した。1911年にロンドンに住みまた何度もパリを訪れ、 また、キリストを題材とした小説、ケリスカワのためにエルサレムを訪れた。1916年に執筆された、ケリスカワはその内容から多くの反感を招いた。1933年にロンドンで没した。1918年作の小説、アルバート氏の人生は、フランス人劇作家、シモン・ベインムッサにより、 舞台化され1977年に、初演2011年には、ロドリゴ・ガルシア監督によって映画化された。ありがとうございます。